首も後ろ、横、前で同時に出る。それすごいですね。うつ伏せだと首がこうなるんですよ、どうしても。こういう。あ、そうですね。やりにくいと。そう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 、やりづらい、やりづらい。横向きだと、こういうふうに広がって、こういうことも広がるね。腕を回してあげることもできるし、こう、こう、ストレッチしましたね。これ、これいいですか、ね、これいいですか、ね、これいいですか、ね、使えますか使えますね、これですね。下に行くこともできるし、腰なんかこの横からの方がグッと入りますから、まあ、腰の場合はね、こうしてやると、このまま下がるわけですから、こっちが上に上がって、こっちが下がるでしょ。これ反対の時だと、こっちが上がって、こっちが下がるので、ここがそう縮まるんですね。伸ばしたね、ストレッチを受けるしね。そうですね、でもこれで腰でやると結構柔らかいんですけど。ありがとうございました。いや、6時間あっという間でした。本当です。あっという間で、はい、普段最近私も練習っていうのができてなくって、はい、お客様で練習するわけにもいかないしっていう感じで、はい、だったんですけれども、はい、ここの場でこうやってすごい練習ができてすごく良かったです。今日なんか掴んだもの。掴んだものは横向きの施術がすごい、あのこれでいいのかなっていう感じでやってたんですけど、でもその不安ってこれでいいのかなっていうのがきっとお客様に伝わってると思うので、それがあの少し、まあ、次に横向きの施術をした時にこれでいいんだっていう確信じゃないですけど、そういうものを掴んでできるのがやっぱお客様に不安も与えないしいいのかなと思います。じゃあ横向きは今日しっかりそうですね、はい、でもこれがすぐ忘れちゃいけないなと思うんですけど頑張ります。いろんなお店で横向きのマッサージを受けたことがあったんですけども、今日金先生が教えてくださった横向きは本当にあのしっかり効いていて、でしかもうつ伏せのマッサージよりもあのやる側も楽にこう圧が入ってくる感じだったので、ぜひこれをあのマスターして、あの練習頑張ってマスターして、あの実践に役立てていきたいと思います。本当に今日は来てよかったです。自分が今まであのその未熟だった部分ですね。私はあのリフレクソロジストなんですけど、多分リフレクソロジストってその辺の解剖生理学的な部分、筋肉とか骨格とかすごく弱いと思うんですよみんな。なので結構これはみんな学ばないと、どこにビジネスチャンスがあるかわからないですし、世界に通用するものとしてもどんどん学んでいった方がいいと思います。丁寧にすごく教えてもらったので、皆さん来られたらいいと思います。制限がある人にもあの結構ご柔軟性があるような感じで、あの使える技術だとあの初めて知ったので、やっぱどんどんいろんなお店でいろんなこうね、こういろんな角度からやるにもすごく勉強になると思いますので、すごく素晴らしかったです。はい。本当にありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、このね、肘を効果的に使ったマッサージ方法ね、バーン1、2、これを使うとセラピーが楽になりますよ。